ャンネル。じゃ。こんにちは。いやもう今めっちゃ寝不足なんですよ。なんですか。また映画見てるんですか。もう映画じゃないです。アニメ。今度アニメですか。幅広いですね映像。もうゴロが寝させてくれないんですよもう。ゴロ。ゴロ。ゴロって言えばシトシトピッチャンシトピッチャンシトピッチャン。何ですかそれ。大ゴロですよね。チャーンってやつじゃないですか。これ全く聞いたことない。何ですかそれ。シトシトピッチャンって何。知らないですか。知らないです。ほつれ狼ですよ。知らない。チャーンって大ゴロ。ゴロって言えば大ゴロってやつ。うん。もうごめんね、あの一人もわかんないんですよ。それ検索しますね、すみません、後で。嘘でしょ。分かんない。じゃあ、まあ、この始まって数秒でどれだけの視聴者の方が分かったかですよね、はい、まあ、それで多分世代が分かるじゃないですか。そうそう、ね、こっち世代とこっち世代というかといやもうメジャーですよ。メジャー、メジャー、アニメのかかる違います。それはメジャー、メジャーです。そうでしょ、だからメジャー、それメジャー、メジャー、はい、うん、メジャー、メジャー、メジャー。そんな投げ方のやつはメジャーじゃない。いや、サムさん関わってんじゃないですか、このアニメ。そうです、メジャー2ね。あ、セカンドの方か。セカンドの方の、はい、あのアニメの野球監修やらせてもらってるんですよ。はい、今私はまだセカンドまで行ってないですけど。ワンですか。もうワンですけど、あれシーズンが6グラムなんですよね。はい、今やっと3の半ばまで来ました。あ、じゃあ中盤ですね。これすごいですよ。なんですか。3日で3まで行きましたから。それは寝不足だね。はい、いや、もうやばいだもんね、はい、自宅待機だからね。そう、だってもう仕事が全部なくなるんだもん。でも楽しそうな生活してますね。いやまあそうで、今はやっぱりお家で過ごすのが一番なので、ね、うんうん、それが一番安全ですし、うんうん、もう外出しない、もう絶好の時間ですよ。じゃあ野球もどんどん詳しくなってきますね。いやだ、今リトルリーグとか、うん、あ、こういう感じなんだって、うんうん、で中学ってそっか、あんまりちゃんと認識してなかったですけど、中学の野球部って軟式なんだとか。そう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 、部活はね、はい、いや結構なんかそれが、あ、なるほどこうだったんだっていうのが発見がありますよ。あと、うんうん、結構リードとか佐藤俊哉くんのね、うん、リードの考察とかあるじゃないですか、うんうんうん、なるほどと思いながら見てますよ。今のメジャーも、はい、佐藤俊哉の息子と、はい、五郎の息子が主人公ですからね。そうなんですよ。あ、サンデーの大悟って言うんですよね。いや、ね、もうでも早くそこまで行きたい。チャーン。何ですかそれ。チャーンって何。ということで今日は、はい、野球、はい、公式か軟式か、どちらがいいんですかっていう話です。おー、軟式か公式かどっちがいい。ボールね、はい、だからあのそのリトルリーグとかシニアとか、はい、ポニーとか、はい、あるんですけど、そういうリーグは公式なんですよ。え、リトルリーグって公式でやってるんでしたっけ。はい、あ、小学生公式でやって、はいはい、で中学校とかもシニアとかそうなると公式、うん、はい、では部活は軟式。簡単に言えばもう部活は軟式、はい、で外のチームは公式っていう、そういうなんてリーグっていうのは公式っていうのが、まあ、全部じゃないですけど簡単な見方ですね。高校の部活は公式ですもんね。そうそうそう、はい、だからでも高校の部活も軟式もあるんですよ。あ、軟式野球部っていう、はい、軟式の全国大会っていうのがあるんですよ。そっか、はい、軟式野球部、公式野球部って分かれてますよね。そう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 、はいはい、で大学まで行ったら準公式っていうのもありますから。はい、確か、え、準公式って何ですか。準公式っていうのは中が公式で外が軟式っていう、まあ簡単に言えば、あ、知らなかったっていうのもあるんですけど、はい、今日はもう公式と軟式どっちがいいのかっていう、はい、今ちょっと挟んでいいですか、はい、私あの知り合いが早稲田大学の準公式野球部にいたんですけど、はい、私その公式野球部ってあの公式の方、はい、公の式、はい、公式の正式の野球部ですよと、正式じゃないけどちょっと同好会的な準公式ですよみたいなちょっとイメージ持ってました。そっちの公式、はい、もうそれはメジャーとメジャーの違いぐらいですよ。違いますね。分かってるつもりでなんかそういうイメージがある、うん、ボールの違いか。そうです、準公式、はい、はい、だから今日はもう公式と軟式、はい、どっちがいいんやっていう、子供の時やるのは、子供の時やるのは、はい、どっちの方がプロ野球選手になりやすいかとか、おー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 、どっちがいいのかっていうのをこれ僕の見解で喋りたいと思いますけど、はい、ちなみに僕は小学校の時は大津西小学校スポーツ少年団っていう学校の、はい、まあ、いわば部活みたいなスポーツ少年団だったんで、はい、軟式、軟式で、中学校も鳴門第一中学校っていう中学校の部活だったんで軟式、はい、で高校が鳴門工業行って高校から公式です。だから小中とも、だから9年間は軟式です、はい、でやってきました、はい、
まあ、自慢じゃないですけど、はい、小学校の大津西スポーツ奨励団っていうところも徳島県下1位のチーム優勝して、中学校の時も徳島県1位になって、四国大会は優勝できなくて春夏とも2位だったんですよ、はい、っていう軟式でも強かったんですけど、強いチームですね、はい、でちなみにですね、去年2019年のプロ野球の開幕投手、はい、外国人以外全員軟式出身です。ってことは中学の部活でやってたってことですか？そう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 、シニアとかリトルじゃなくて、はい、全員、全員軟式出身なんですよ。そうなんだ、はい、広島大瀬良、はい、ヤクルト小川、はい、巨人菅野、はい、DeNA 今永、はい、中日笠原、うん、西武田畑、ソフトバンク千賀、日本ハム上沢、オリックス山岡、ロッテ石川、楽天岸、はい、全員中学校の野球です。部活です。でもメジャーでは違うこと言ってましたよ。あいつ中学の軟式上がりかみたいな、うん、横浜リトルとか横浜シニアから行った人の方がなんかすごいみたいな、シニアすごいみたいになってましたよ、うん、まあまあ、 だからそういう側面もあるかもわかんないですね、はい、でも、うん、事実といえば去年の、だから今年もしまだ開幕してないですけど、はい、開幕したらどういう顔ぶれになるかわかんないですけど、うん、去年の開幕投手は 100% 全員軟式です、うん、まあ、もちろんリトルシニアからプロになってる人ももちろんたくさんいるんですよね、はい、もちろんいます、はい、もちろんいます、はい、でもそんなデータがあったんですね。でも僕はね、はい、中学校までピッチャーは軟式の方がいいと思うんですよ。それはまた理由があってですか？はい、よくね、はい、最近で言えばあのなんちゅうの試合数が多いとか、うん、あとはなんか球数制限だとか、はい、肩肘不安とか怪我してる人が多いっていうのに、はい、なんであえて公式に行くんやっていう、うん、だから公式の方が重いわけですよ、はい、軟式の方が軽いね、うん、ってなった時に重たい方が体の負担は大きいですよね、はい、ってなった場合そういう肩の痛み、肘の痛み、怪我のリスクを考えた時にピッチャーは軟式の方が肩、肘の負担も少ないし、はい、いいやないかって思うんですけど、なんでそこはみんな公式にこだわるのかなっていう、そこは誰も何も言わないのかなって、でもやっぱり高校で公式でやると、うん、ってことが若いうちからそのボールに慣れといた方がいいんじゃないかっていう意見もあるんじゃないですか？怪我するリスクを背負ってまで、まあ、怪我しないように頑張って最初目から慣れとこうみたいな。でもしかも去年のプロ野球全員軟式上がりで、いやそれ知らないんですよ多分いやだってそんなこと思わなかったですよ、考えたこともなかったし、でしかも肩肘の負担も公式に比べると少ない、はい、子供の骨が出来上がるのを考えるとっていうところもあるじゃないですか、はい、で確か桑田さんも中学校軟式だったと思うんですよ、はい、あの片岡さんの動画で言ってたと思うんですよ、はい、シニアとかリトルのボーイズか、はい、ボーイズ小学校の時公式入ってて、で中学校行ったら毎日練習したいから部活に入ったって、はい、多分片岡さんの動画で言ってたんですけど、はい、だから桑田さんも多分軟式なんですよ中学校。でも軟式と硬式でそのボールの投げる感覚とか、うんうん、だから柔らかさとかも違うわけですよね、うんうん、その狂ったりとかってないんですか？ないっすね、硬式の方が簡単ですもんね、僕は中学校まで軟式で野球やって、はい、高校行った時に思ったのは、はい、硬式の方が簡単っていう。何が簡単なんですか？まず軟式柔らかいし軽いから、うん、あのちゃんと操作しないと、はい、変な曲がりしたりとか、あの重くて硬い方がある程度投げやすいんですよね。へスピード感も出るし、あそうなん、軟式の方が遅いし、はい、あのだから僕高校上がった時に硬式の方が簡単で、打つのも硬式の方が簡単なんですよ。へ軟式は柔らかいんで、うん、はい、すぐあの何ていうんですかね、これ方言かも分かんないですけど、ひしゃげて、全然分かんない、何ですかそれ、ひしゃげてってひしゃげてって言わないの？言わない。ひしゃげては標準語じゃない。ない。ないの、はい、ボールがこう打つとグニャってなるってことですか？うん、それなんていうの、ひしゃげてじゃないの、変形してるんじゃないですか？変形してから、はい、ボールの形がちょっとこう変形して、ああそれにしようか、はい、そうしましょうはあ、標準語じゃない、標準語じゃない、知らないですよね通じない、通じない、こんなもう半年以上やってきてるんで通じない、通じない初めて、うん、なんか、いやでもね、分かんない言葉、へしゃげて分かってる人いるんだよね多分じゃあそっちの方の方言なんじゃないですか、うん、だから変形して、変形してファールになったりとか、はい、ちゃんとミートを当てられなかったりとかして、うん、すごい難しいんですよ。ミートしにくいです。こうこうやって変形して、はい、変なとこだからちょうまくミートできないんで。なんかこう芝生とかでこうイレギュラーしちゃう感じ。そうそう、もうあるんです、まああるんですよ、うん、はい。でも公式だとある程度ちゃんと打ったらそのままの形なんでそのまま飛んでいってくるんで。はい、ああなるほど。だから僕はもうピッチャーは、うん、であのそれ
ね、変形してもあのちゃんと打てるのは打てるんですから、はい、芯の芯をちゃんと打つ練習としては軟式いいと思うんですよ。あ、芯の芯をちゃん、芯の芯をちゃんと打たないと飛んでいかないんで、ちょっとでも芯の芯をずらすと、はい、ポコーンってなって変な当たりだって変な回転ついたりして、はい、技術的にもその芯を、芯の芯を打つっていうところでもいい練習になると思うんで、はい、僕は特にピッチャーは軟式の方がいいと思いますし、中学校までは、はい、うんうん、肩肘の負担もこと考えると、で打つ方も別に公式にそんなこだわらなくても、はい、別に軟式でも、はい、悪くないんじゃないのかなっていう。おえ、でもリトルリーグに入りたいなとか思ったことはないんですか？ないもんね。あ、なかったんですか？そう、僕の徳島で言うと、うん、まず小学校の公式っていうのは1チームもなかったんですよ、僕の当時は、はい、で中学校の徳島シニアっていうところが1個あって、うん、はい、でもそれ1個しかないから、はい、だからもう軟式やるのが普通なんですよ、うん、だから多分その地方のところとかだと、うん、今でも軟式が普通なんじゃないですか。都市部だけじゃないですか、公式のチームいっぱいあるのって。あ、そうなんですね。普通に考えた時に結構どこのリトルだみたいなね、はい、ありますもんね。でそれで、うん、その野手の方は公式出身者が多いらしいんですけど、はい、でそれは多分公式に入って公式でレギュラーになっていくっていうと、うん、まあ、レベルが上がっていくわけじゃないですか、はい、でそのなりにプロになってくるのかなと思いますけど、うん、僕は正直肩肘の負担も考えたりとか、はい、技術の習得で考えると軟式の方が圧倒的に難しいんで、はい、そこら辺はちゃんとやれば軟式の方が基本的なスキルは身につくんちゃうかって思ってるんですよ。じゃあプロになるためには言えばピッチャーは軟式での方がいいかもしれないと。うん、うん、いいいい、泳ぎ切っちゃう、うん、バッターは、まあまあ、公式の方がそういうのもいいかもわかんないですけど、はい、僕は軟式の方がデッドボールの怖さとかもなくなるし、あ、危険度もないから思い切ったプレーができる。だから僕はその子供の小さいうちにある一定の恐怖感はあった方がいいかもわかんないですけど、はい、必要以上の恐怖感はない方が技術のスキルは上手くなると思ってるんですよ、うん、そしたら打席に立ってデッドボール当たる、守備にしてイレギュラーしたりして体に当たるってなるとやっぱ公式は痛いじゃないですか、はい、でそれが怖くてプレーに支障が出る可能性もやっぱ否めないと思うんですよね、うん、それだったら軟式の方が僕は中学校ぐらいだったら逆に当たったラッキーみたいな、痛くないから、うん、っていうのでその恐怖心、守備でも恐怖心とかがやっぱ少なくなっていく。で軟式の方が守備取るにしてもいろんなイレギュラーもするから難しい、うん、その難しいの中でスキルを身につけた方がスキルも成長しやすいんちゃうかと思って、はい、まあ、僕は軟式の方が、うん、ひょっとしたらだから軟式がダメやっていうことはないと思うんですよね、うん、まあ、軟式の方が利点も意外とあるよ。そうそうそう、だから絶対的に軟式の方がいいとは言わないですけど、はい、軟式も悪いわけじゃなくてそういう利点もあるよっていうことを考えながらやるのも一部ですね、うん、はい、だから公式の練習でも軟式を取り入れて、うん、その恐怖心をなくならないように練習を取り込むっていうのは僕はありだと思うんですよ。練習ね、取り入れるのもありですね。そうだからもう低学年の時は公式のチームでも軟式でやってみてとか、はい、っていうのを組み合わせてやった方がいいんちゃうかっていう、うん、軟式だからダメやっていうところもないし、うん、逆に軟式の方のいいところもあるから、はい、その無理して公式やることでもないし、うん、軟式からでも開幕投手全員ね、去年の場合はなることもあるし、はい、うん、前年プロでも、うん、4、6ぐらいで、はい、6が公式、4が軟式ぐらいらしいですよ。あ、全体で？全体で、はい、平均で、約でいうと、うんうん、4、6ぐらいで公式、軟式だから、はい、別に軟式もそんな少ないわけじゃないじゃないですか、うん、結構半々、うん、だから次にそこら辺をうまく兼ねながら絶対公式じゃないといけないよっていうところもないし、うん、軟式じゃ絶対ダメなんかっていうそういうわけじゃないんで、はい、そういったところをうまく付き合いながら、うん、でもピッチャーは軟式の方が肩肘の負担考えるといいんじゃないのかなって個人的には思うんです。なるほど。じゃあ小学生の本当はリトルに入りたかったけど学校でやらないといけないのかちって思ってる子はじゃあ安心してねって。だからまあね、これからやる人たちもいろんなこと迷うかもわかんないですけど、はい、あとはまあ相談しながらやっぱで自分のとか親がね望んでいる練習方針だったりとかそういう環境だったりしながら公式と軟式だけで区別するんじゃなくてね、うん、そういうのもいろいろ考えながら選択肢を広げていくのがより楽しめるし、うん、楽しめる先が上手くなるんで、うん、そういうのも考えてほしいなと思います、はいはい、指導者とかもね、そうですね、いますしね、はいはいはい、じゃあ参考にしていただいて、はい、この先の進路とか決めて、ね、そうですね、信じるか信じないのかはあなた次第です